それでは、多田が表題の、文献について紹介させていただきます。このペーパーは、今年の ACL の論文になります。まず概要として、複数文のテキスト間の、複数文含まれている、テキスト間の類似性っていうのを自動評価したいよねっていうモチベーションがまずあります。で、既存の手法で、ブルーとかリュージュとかを、一般的に用いられている自動評価手法っていうのは、単語のマッチングっていうのを用いていて、柔軟性がないっていうのがあります。で、また、単語と文のそこで、単語と文の埋め込みっていうのを利用してあげて、新たな自動評価手法っていうのを提案しています。で、提案手法では、人データの、総価において、ベースラインを超えて、生成ようやくタスクの、生成モデルの報酬として、使ってあげたときに、同じように、ルージュを使ってあげた場合と比べて、ベースライン それでも、いい精度が出ましたっていうものです。インタロダクションです。先ほどもちょっと触れたんですけれども、複数文のテキスト間における、人で評価っていうのは、自動評価をして、人で評価っていうのを、削減したいというものがあります。で、こちらも先ほど触れたんですけど、既存の手法っていうのは、課題があって、単語の位置とかを見ているので、一般的に手法でそういったものが用いられているので柔軟性に欠けるという点があります。で、これらの手法は、人手との相関が弱いというふうに言われています。で、他のアプローチとしてワードムーバーズディスタンスというのがあるんですけど、これに関しては、短いツイッターみたいなテキストというのは強いんですけど、長い文の評価がちょっと弱いという点があります。で、この論文では、その文埋め込みを使ってあげて、ワードメモーズディスタンスっていうのをちょっと書いてあげて、で、複数文のテキスト間での、類似性の評価に、対応してあげようっていうようなことを、しています。で、ここから章に入るんですが、この論文では、ワードメモーズディスタンスの、単語見込みっていうのを、文見込み使ってあげて書いていくんですけど、ここで、この後、WMS っていうのは出てくるんですけど、ここにあるんですけど、ワードメンバーズディスタンスインテアシミラリティっていうことで、このような式で、ほぼ、ワードメンバーズディスタンスの距離を、レジドに置き換えてあげるっていうか、そのまま使ってあげるような手法になります。で、この、ものをベースに、単語見込み使ってるところ、この論文では2つ提案していて、1つでは単語見込みを文を見込みに置き換えてあげる。この、図で言うと、青を使ってあげるっていう感じですかね。で、下は、単語見込みと文埋め込み両方使ってあげるってことで、オレンジの、情報と、青い情報両方使ってあげるっていうような形です。で、1つ目の、センテンスムーバーシミラリティ、今後 SMS っていう形で出てくるんですけど、書かせていただけるんですけども、先ほど触れたように、WMS、ワードメンバーズディスタンスを使ったシミラリティでは、バックオーバーエンビディングスを、使ってるんですけども、それをセンテンスエンビディングスの、バックオブセンテンスエンビディングスを使ってあげて、あげるっていうような、結構シンプルな変更になります。で、文の埋め込みには、単語埋め込みの平均っていうのを、用いてあげると、論文には記載しておりました。図で言うと、オレンジから 青の情報だけ使ってあげるというものになります。で、2つ目の、センテンス&ワードエムーバーズディスシミラリティ、文と、単語の情報両方使ってあげるってものなんですけども、先ほど、文だけの情報を使ったんですけど、エンビディング使ったんですけど、今回はオレンジと青と両方使ってあげるっていう形になります。で、両方使ってあげる上で、文の見込みっていうのは、単語見込みと、同等に扱うっていうようなものになります。で、右の図は、左の図の、
まあ、ヒートマップになってて、で、まあ、まあそっちの矢印の方が見やすいんですけど、まあ文から、まあ、単語にこう類似性が示されていたりっていうようなものもありっていうものも含まれています。で、これらの手法を使って、まあ、その有効性評価していくんですけども、まず、内部評価として、まあ、ようやくタスクをデータセットを使ってあげて、まあ、人手との相関を見ていくっていう形になります。で、彼らのモチベーションとして、まあ、自動生成文と、まあ、人手で書かれた文両方見たいよねっていうのがあるということで、まあ、一つ目は、この、ニュースのデータセットから自動生成、ニュースのデータセットから自動生成されたものと、まあ、2つ目が、まあ、学生が、問題に答えた、予約するような問題に答えたエッセイになります。で、まあ、使う単語エンベディング、単語埋め込みっていうのは、と学習データは、まあ、以下の通り、まあ、評価はスピアマン相関で見ます。で、まあ、1つ目の、まあ、英語のデータセット、あ、英語じゃありません、ニュースのデータセットなんですけど、まあ、もともと、まあ、自動生成された予約文に人手の評価されています。で、2名以上なのでと2名以上でのデータされているので、まあ、スコアは平均を使うってしています。で、まあ、その、まあ、提案手法で人手予約と、まあ、人手で予約したものも、あの、もともとあるのか用意しているのかちょっとわからないんですけど、あって、まあ、それと自動生成された予約の類似度っていうのを見てあげて、まあ、人手との相関を見てあげるっていう形になります。で、右下が結果になりまして、まあ、文の SMS、まあ、センデンスムーバーシミュラリティ、文の分散表現を使ってあげたもので、まあ、類似よりも高くて、まあ、他の提案手法、まあ、3つの提案手法の中でも一番高いというスコアになりました。で、まあ、グローブテールも使ったんですけど、まあ、その差っていうのは別にそこまで大きなものじゃなくて、あまり違いは出なかったっていう形で、記載されていました。で、2つ目の、まあ、人手で書いた文の、評価っていうもので、まあ、学生が書いた、エッセイのデータセットで、これっていうのが、問題文を読んで5分から15分のエッセイに予約するっていうような、テストの、問題を、使っています。で、各エッセイ、0から3で、評価されていて、で、今回、用いるとき、リファレンスと参照文とするのは、最も優れたエッセイを使っていきます。で、まあ、一部、まあ、実際の学生さんが書いたものなので、一部スペルミスだったり文体の違い、まあ、元の文との文体の違いというかは、含まれているよという部分が、触れられていました。で、結果は、この下になりまして、まあ、先ほどと違って、まあ、こちらの方が、文長いんですけど、まあ、先ほどの方が3点、すいません、ここか、3.4 分で、エッセイが 7.5 分なんですけど、平均こちらの方では、まあ、単語と、文両方の情報を使ってあげた方が評価が精度が高くなった、まあ、人手との相関が高くなったっていう形になっていました。で、ここまでが内部評価 で外部評価として、まあ、先ほどもちょっと触れたんですけど、テキスト生成モデルを学習するときの、まあ、報酬として使ってあげて、どんな感じ の, せあの、なんていうんですかね、あのものがどんなものが得られるかというところで、実験をしています。で、まあ、学習データはさっき出てきた、データセットです。で、モデルは、まあ、いろいろ、ここに書いてある通りなんですけど、まあ、詳細、もっと論文に詳しく書いてあるので、詳細は論文を見ていただければと思います。で、今回は、まあ、ポリシーグラディアント強化学習、まあ、報酬に、まあ、評価書を使ってあげるっていうような形で、
っています。で、これが結果で、今回の、生成タスクに関しては、文の SMS 文の、埋め込み表現を使ってあげたものが最も精度が高くなる、なったという結果になりました。まあ、表現手法は、既存、ルージュ使ったり、今回提案した3つのものでも、SMS 文の埋め込み表現を使ったのみを使ったものが、最も高い精度となりました。で、はい、で先ほど自動評価したんですけれども、今度こちらは人で評価をしていて、生成した文に関して人で評価をしていて、ルージュに対して、3つの提案手法と、1対1で比べてどちらがいいかっていうようなものを見ています。判断基準は、よくある冗長性とか一貫性とか、そういったものです。で、どの、3手法とも、ルージュを、報酬として学習したものよりも高いという高い精度が得られました。高い精度というよりは、人で判断して良いものが得られたという形になりました。コンクルージョンです。で今回は、複数文からなるドキュメントに対応した、類似度の自動評価手法っていうのを提案していて、既存の手法と比較して、人手との相関が高いっていうことが、分かりました。で、自動生成タスク、自動生成モデルの報酬として、予約タスクを解いた時にも、ルージュと比較したんですけど、ベースラインを回ったという形になっています。で、この、モデルの、コードに関しては、コードと、データセットについては、公開されているそうです。以上で、紹介を終わります。